小笠原春子さん、当時13歳。爆心地から2キロの自宅の庭で梅を干している最中に被爆しました。4歳の妹は家の下敷きになりましたが、母と2人で救出しました。戦後結婚したご主人も被爆者で、現在は自宅で療養生活を送っています。あの朝、ものすごくね、空は青く澄み渡って気持ちのいい朝でした。だけどその前の晩は空襲警報、警戒警報の連続で、で8時ちょうど10分頃ですかね、警戒警報解除になりまして、私は、梅を干しに三日三晩の土曜干し入れて花歌まじりにその梅をその大きなざるに入れて裏庭の方へ干しに行こうとしたところ、裏庭出たところ B29 の爆音を聞いたんですよね。そうしたところが、思いまして、パッとこう見た瞬間、この家の陰で、こっちの方は家の陰だったんで、でこっちの左の方の方がこう光にね、朝日に浴びていましたんで、でまあとにかくこうやって見よったんですけどが、爆音は聞こえても B29 の音が姿は見えなかったんですよね。あれと思って、でさっとこう空を見よったら、あのオレンジ色みたいな火の玉が、はじめ野球ボールぐらいにふわーりふわーりふわーり浮いてたんですよ。あれおかしいの、これ何の火の玉かなと思いまして、母が家の中おったもんで、お母ちゃん、なんか火の玉が落ちおるよと言ったんですが、母は家の中に おったもんで聞こえないんですよね。それで私が、おかしいもんが落ちおるなぁ思ってみよったら、だん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 その火の玉がバレーボールぐらいの大きさになったところで分からなくなったんです。あら、思った時にバーッと、もう 木やらからやらがいっぱいバババババッと、私の頭と言わず、まあ、背中と言わず、ただつけるように落ちたんですよ。で私、あ、これはおかしい爆弾かなと思いまして、日頃学校で習っていたように耳と目と押さえて地に伏せたんですよね。それきり私は気を失ってたんかどうなってたんかしら、何分何秒過ぎたか分かりません。はっと気がついた時に目を開けたんです。そしたら真っ暗で、当たり一面何にも見えんの。あれー、これまま私は地獄というものがこんなもんだろうかしら思うてね、13歳のね、胸の中はね、もうどうしてやらからんのですよね。で誰か人おっちゃないかしら思って見ても真っ暗じゃからね、誰の声もしないんです。それで、これじゃあもう焼き死んだらもうちっとでもその逃れたい一心でね、家に裏庭に水槽があったんですよね。その水槽の中へ、まあ自分人間の本能いうもんですかね、少しでも生きながらいたいと思いまして、その水槽の中入ろうと思って手探りでその水槽のとこ行ったんですよ。で足をこう突っ込んだらね、なんかあるんですよね。あるんだけど暗いからわからないのでね、まあ、おかしいな思ってこうやってやろうって、だんだんそうしようちにだんだんその辺りが明るくなって、ひょっと見たら母がその水槽の中で気絶しとったんです。あれもうお母ちゃんお母ちゃんって母を揺り起こして、そしたら母が、あれ妹ごらんいうことに気がついて、英子ごらん、その英子は4歳でした、その当時で、英子ごらん、英子はどこ行っとったんねんって私が言うたら、英子はな、警戒警報解除になったもんで、で隣遊びに行っとるんじゃん。いやお母ちゃん、これ分かるかね、分かるも分からんもな、咲かさねけって言うて、母はもう気違いのようになって、英ちゃん言うて、声を限り叫んで、私もその隣におるいたもんだから、その方向の方へね、もう物が倒れとるんですからね、その上を這うようにして妹を探し求めたんですよね。そうしてもなかなか見つからない。そうするうちに、お母ちゃんお母ちゃんここよ助けて、いうこうかすかな声が聞こえてきたんです。で母は、あら、ええ、この声がする言って、どうしてどう探したんか知りませんけどが、あそこにええ子がある、春子おはよう言うて言うもんですから、パッと見たら妹は首だけ出して
ね、でお母ちゃんここよここよここよ言うてね、もう涙も出しとりませんでした。その時はね、もう恐ろしさのあまりで、か細い声で呼びよるもんですから、お母ちゃんそこに栄子がある、それ行くいってね、二人でもうどういうふうにして栄子の妹のところに行ったか分かりません。行ってみたら、この大きなね家の柱が横たわって、それを母と二人でよいしょよいしょ言って、それを押しのむけるって、でやれやれのけたと思うと、今度壁がバーッとね、その辺り一面ねあるんですよ。どうにもならないので、母はしょうがないけ、その妹をごぼう抜きのやりしてよいしょって抜いたんですよね。抜いて助けて出してみたら、あの4歳の妹のね体が全身打撲で紫色だったんです。ああ、これじゃあね、ようはるかはええ怖い。で、春子ちょっと抱いとって、おうとって言いましたか、おうとって言って、でこう追い寄ったら、隣の女の人でしたかな、その女の声で、ここよおばさん助けて助けて、いう声聞こえるの、壁の下から。で、母がよし助けてあげるけんねえって、栄子あんた大時にさえよ春子言うよって、私に栄子をわしとって、で母は一生懸命ね、その人を助けよう思うて一生懸命掘るんですけどが、女の力でどうにもならない。そうするうちには強くあって、大手こうやって当たり見よったら、そこにもここにもポッポロポッポロ火の手が上がりだしたんですよ。お母ちゃんこれで私焼け死ぬよって、あちらが焼け死ぬけんね、早よ逃げようやって、私はね恐ろしいもんじゃけ、そう言ったんですよ。ただお母さんね、これはほんま女の力でどうならんけんね、男の人呼んできてゆるけんね言って、親子三人がその倒れたところをもうどうやって逃げてわからんように、這うようにして、下は釘やらガラスやらいっぱい落ちとるんですがね、もうそれのことじゃないですよね。一生懸命その電車道伝いに、江場の方へ、皿山の方へ、皿山の方へでね、親子三人が逃げたんです。その途中でこの絵を描かれて、これはね、はい、ちょうど船入本町のところにね、あの消防車があった、消防団があったんですよ。それはね、あれ春子ここ見てごらん、もう消防自動車も何もあったもんじゃない、これはまあべしゃんこじゃいよ、あら消防団の人が電柱ぶら下がっとってよいって言ったらね、母が言ったんですよ、ね、ひょっと見たらこういうふうにね、その消防団の人がね、あのぶら下がっとられました。でそれを横目に私らももうとっとっとっと親子三人がね逃げたんです。もういろんな人がね、この軍帽をかぶえてる人はめったに見つからんの。軍帽より下が全部スワーッとすり落とされたように、それで皮はあの手の皮をこうやってぶら下げて、ほらこれで体の皮もみんなこうずわーっと引こずって、どん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 、みんな逃げていきよって、それが皿山へでね逃げていきよってんですよ。で私ももうその時ちょうど光を見た時に、この顔左半面やけどしとったんですがね、それで熱いて糸ってやけどとは思わんの、痛いよお母ちゃん、熱いよ痛いよ言ってからね、母にその救いを求めるんですが、母もあんた一生懸命だ、そこらの水槽の水を流してからこう冷やしちゃ逃げんさい言って来たところ、そこのこの前そこがあの畑だったんです、この芋畑に。そこへね、私はもう横になったぎり全然動けなくなりました。でそうしよって昼頃でしたかな、とにかく雨が降り出したんです。雨がね、その時計がないから何時やらさっぱり分かりませんけどが、黒い雨がバーッと降り出したんですがね、私はもうその芋畑のその葉っぱの下ですからあんまりかからなかったんですけどが、母がまあこの雨は太い黒い雨じゃねえ、ぐるぐるした雨じゃねえからね、その避難者と一緒に話をのこう耳聞こえるんですよ。黒い雨じゃねえ、これは敵が油まいたんかねえってね言う人もおりますし、そうじゃ油まいてのなんじゃ、広島市民を全部国民を全部焼いてしまうもんじゃろういうような人もおりましたしね、いろんなことを言う人もおりましたけど、とにかくぬるぬる生暖かい黒い雨をよう忘れません、私は。そしてそのこの日に夜をここへ迎えたんです。夜ね、もうなあのどうすることもできないんで、そこの畑の中へ、私は今の芋畑横になり、それで母たちはそこに座ったままでね、妹を抱いて、みんなその被爆者が一塊になって、
ね、おのおのお互いにね、助けを、どう誰か励まし合って、で、夜を明かしました。その夜を明かすときにね、私はこの皿山を枕にしたような格好にして、あっちの山陽材木がね、どん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 燃えるのがね、見えたんですよ。それとそこらの畑、畑、エヴァの、誰か畑が、畑やなんかみんな燃えたんですからね。それがね、燃えるのが、とにかく悪魔の手のようにね、早よ来い、早よ来いようなように、私はね、その当時、思ったんです。真っ赤にね、天を焦がすかのように燃えたんですからね。でその時にみんながですよ、ね、肉親を探し求める声と、で不祥者のうめき声とか、うわーとなんかね、地獄の底からこう聞こえるような獣のうめき声のような、その声はうわーうわーいうような声でした。それは私未だに耳にから離れません。その当時のことを思い出してもね。そしてその夜はそこでここで過ごしたんですけどが、そうね、お腹は少し食べるものはないもんで、母はどこか畑からね、青いね、南京やらトマトやらをね、とか もらってきて、でこの畑の中で炊きおりましたわ。なんか鍋を拾ってきて、塩もない何にもないので、母が、母ちゃんたのなんじゃ腹が減ったらけんけ、明日が動けんけ、食べんさいからね、なんやらおいしゅうないほんまじけないものをくれましたけどね、私は人全然のどとおらんのぞ、もうとにかく熱に浮かされてしまって、それで妹はあれでも一口ぐらい食べりましたかな。それでだんだん夜が明けたんですよね。一睡もしておりませんみんなね、うん、で夜が明けたもんで、今度は私のやけどの治療と、で妹の怪我の治療と、母は船入中町のね、神崎小学校のところに救護班ができたから、そこ行って母ちゃんあれしてもらおう、やけど薬つけてもらおうやいと言うたんですよ。でお母ちゃん私、うち行かれんよ、もうこのままでもうよいかん言うて言うたら、人に 聞いてから陸軍病院ってね、この皿山の向こうの方にね、エヴァの二本松の方にありました。そこへ連れて行ってくれるんですけどが、その時もう裸足でしてね、三人とも。で、まあ、妹はその母の背中に追われとるもんだから、まあ暑さやなんか分かりません、父と母がね、もう暑いこの道をね、裸足で逃げるんです。陸軍病院に向かっていくんですけどが、なんせ歩かれんのですよ。それでちょうどこの皿山の裏側の方のゴミ箱からね、なんか捨ててあった便所下駄、カタカタの便所下駄を拾ってね、母とも歩いたんですよね。それで難を逃れましたけどね、暑さの。陸軍病院行ったら、またまた負傷者がつらりと並んでたくさんの人で、あーちゃんこれじゃあんたのやけどはね、まだ軽いけんね、やってもらえんじゃろい、治療してもらえんじゃろい、案の定何時間も待ってね、やれしてもらえると思いましたらね、あんたはねやけど軽いからね、ダメじゃよ、寄せでやってもらいなさい。ちょっと見たら、まあ、まあ他の人はもう全身やけど、それから今度はもう脳天からね、あっちをバーッと吹き出しとる人、いろいろとおられましたけどね、私はとにかく赤ちんだけたーっと塗って、それでまたここへ帰ってきた7日の日にね、それは夕方でした。それから今度そうするうちに、そのエヴァの人の消防団の人たちや婦人科の人たちが結び持ってきてくださいました。麦飯ちゃったかな、大麦の結びでしたけどね、それを人数宛てにもらって、またこっち皿山の下へね帰ってきまして、それで母がここじゃね、夜露がねかかるから、どっか母ちゃんええところ探そう、今日泊まるところ探そう言うて探してくれたんが、このここの土手の下のとこです。そこへね、何ですかな、
紙でも紙じゃない、なんかしゃんボロー、ね、あそこ引いてから妹と母と私と3人がもう固まってね、夜明かしたんですが、妹はね、なんか虫がいっぱいおったり蚊がおったりしてね、ぐず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 よりましたけど、私はもうとにかく夜露をしのがれるところがあればいいと思いまして、そこで夜を明かしました。でまあ戦後ですね、その後いろいろと終戦は、終戦私がね昭和29年にね、あの今の主人と結婚しました。だけど結婚して初めて分かったんですけど、主人もやっぱり被爆者でした。で私は左側ですが、あるいは主人は右側の、あの顔を半面やけどしていました。で今現在ね、そういうあれがあるんか後遺症があるんか、まあ距離は主人の方がね、ちょっと遠いんですけどが、私は 1.2 キロ、主人は 2.5 キロですけどが、場所はどちらですか？あれはね、ダンバラの鶴見町、日山下の鶴見町のところでね、被爆しましたいましたよ、泳ぎに行きようって橋の上で。だからもうね、放射能を浴びたんか何浴びたくしません。今現在はもう働けなくなりまして、で厚生年金もらってね、細々と暮らしている状態です。41年経った今、ぜひこれだけはですね、はい、言っておきたいということがありましたら、はい、まあ今日この空山でね、被爆証言をねいたしましたがね、40年前のあの日、あの時、あの恐ろしい悲しい惨事をね、とほいで耳にはあの負傷者のねうめき声が、また肉親を探し求める声がありありとね浮かんでくるんですよね。ここで証言しておりましたら、そして、今現在この平和な国日本、緑の町、花の町、広島と言われていますけどね、あの当時の戦争犠牲者と、で数多くのね尊い命が失われたことを決して忘れてはいけません。戦争は人間の心を変え、狂気的殺人です。戦争は私は反対、核兵器廃絶、全世界が核を持たない、作らない 国々となるように心を大にして、核の恐ろしさ、無意味な国民を巻き込む犠牲的戦争は二度と再び起こしてはいけません。私は声を大にして訴え続けたいと思います。